皆さん、こんにちは。仙台神宮整骨院です。この番組では、正確な情報の提供に努めていますが、症状がある方は、まず医師の診断を受けていただいて、それからこの番組を活用いただけるようにお願いします。今日は、えバネ指が、この親指にできてしまった場合の対処法について解説をしていきます。え基本的な考え方は、今まで2回にわたって説明してきました。このバネ指の原因というのは、この 指の関節にあるのではなくて、この手のひらにできてしまった異物が伸ばすときに引っかかって起こるというお話をしてきました。えー、親指の場合は、えー、基本的な考え方は一緒なんですが、その小石ができる位置がですね、えー、例えばこの3本の場合は、だいたいこの辺にできるんですよということを、 説明してきたと思うんですが、親指の場合は、ここと、あとですね、もうちょっとこの関節の付け根、もうちょっと上の方に小石ができてしまっている方もいらっしゃいますので、えー、この石を探されるときに、この下の方と、あと上の方も含めて、えー、この異物を探していただきたいと思います。この異物が見つからないと、えー、どうにもなりませんので、 こう動かしながら、この異物を探していただきたいんですが、まあ、探し方のコツとしてですね、えー、この引っかかりは、この小石が上に上がるときに、えー、検証に引っかかって、指がこう跳ねるように伸びるんですよっていうお話を、1回目、2回目でしたと思うんですが、要するにこの石がですね、上に上がらないと、 引っかかりは起きにくくなりますので、この小石を探すときのコツとして、こう触ってみて、例えば、ここに、あ、なんかこう、コリッとした石みたいのがあるな、というふうに感じられたら、この小石をですね、ちょっとこう下の方に、こっちですよ、こっち方向に、こうちょっと引いてみるんですね。で、引いてみて、 この石が上に上がらないように固定して、この指を伸ばしてみると、あ、ここを押さえておくと、ちょっとこの指が伸びやすいなっていうポイントが見つかる場合があります。その部分に小石が、えー、あることが結構ありますので、探されるコツとして、見つかったら、ちょっと下げて指が伸びやすくないか、 試してみる。こうすると見つけやすい場合がありますので、これはどの指にも応用できますので、そういう探し方もちょっと、えー、試してみていただきたいと思います。では、あの、親指にできてしまった場合の対処法ですけれども、他のこういう指にできた場合と違うのは、親指というのは、ここに結構筋肉が厚くなっている部分ですので、この筋肉がですね、こう、 硬くなってしまって、親指を伸ばしにくくしている場合があります。ですから、えー、ここの筋肉を緩めてあげると、この指が伸びやすくなる場合がありますので、そのやり方について、えー、説明をしていきたいと思います。では、えー、どの、親指のどの部分を、えー、緩めてあげればいいのかということですけれども、えっ、ー、と、割とここですね、あの、 こんだけの空間なんですけれども、結構この筋肉がこの下の方まであるんですね。で、それのどこまでが筋肉かという探し方ですが、こういう風な形で、親指でこの人差し指の根元から中心に向かって、こういう風に下がっていくと、 ここはあの中手骨っていう骨がある部分なんですが、骨沿いにこう下がっていくと、ちょっと膨らんだ部分があって、その先ですね、このあたりに、この今度親指の中手骨と交わる部分があります。これ、ちょっとマジックで書いてみますと、こう来て、ここにちょっと出っ張りがあって、 で、このあたりで、この親指の中手骨と交わります。で、親指、この骨沿いにまたこう上がってくると、こうなりますので、この部位の部分ですね。この部位の部分は、これすべて筋肉ですので、この部分を緩めてあげ,げればいいということになります。 それで、どういう風に緩めるのかを今から解説していきます。では、えー、この部分の緩め方なんですけれども、これはあの、裏表ですね、こっちがこう、V のゾーンですね。こっちがひっくり返せば、これが V のゾーンですね。ここを緩めていけばいいわけですけれども、えー、注意点としてはですね、えー、この辺にバネ海の方は痛い。 部分があると思うので、そこは、あの、触らないようにしてください。えー、ただ、痛い部分っていうのはそんなに多分広範囲ではなくて、割とピンポイントで、ここ触ると、こう、かなり痛いんだっていう部分があると思いますので、その部分を外していただいて、それ以外の部分を緩めていくということになります。これで、えー、まあ、こっち側の筋肉、こっち側の筋肉、両方ありますが、この親指が伸びない 時というのは、どちらかというと、こっち側の筋肉ですね。ここにくっついている筋肉が、こう、硬くなっていると、親指がこっちに伸ばすという動きを、この硬くなった筋肉が邪魔しますので、主にこの辺の筋肉を緩めるというイメージで、えー、やっていただきたいと思います。それでやり方としては、 両方同時にやりますので、なるべくこの V ゾーンの下から、こっち側もですよ。こっち側は親指で下から上に押さえます。こっち側は、こっちから下から上に押さえます。どうしてかっていうと、こっち側に筋肉を伸ばしたいんですね。こっち側。あの、石は逆ですので間違えないでいただきたいんですが、石 石を押さえるときは、石が上方向に行って欲しくないので、下方向に押さえてくださいっていう説明をしたと思いますが、この場合はこの筋肉をこっち側に伸ばしたいわけですから、下の方から上方向に、こういう風に、親指がこっち側、人差し指はこっち側。で、気持ちこう、上方向にぐっと挟みます。挟んだ上で、 この、今右手で押さえてますが、右手は動かさないでください。このままにしておいて、こちらの左手の方の指をこういう風うに動かすことで、ここを緩める方法をとります。だいたいこれ、そうですね。30秒ぐらいやる。と、 こういう感じで自由に動かします。自由に動かしていただいていいんですが、右手は動かしません。この一回押さえたところは、このままずっと押さえておいて、左手をこういう風に動かすことで、ここの緊張を取ります。こうした方が、はるかにこの緊張が、筋肉が緩みやすいので、この方法で、あの、試していただきたいと思います。で、これをまあ30秒ぐらいやると、まあ、この部分が、 あちょっとこう柔らかくなったな、ちょっと楽になったなっていう感じに、えー、なってきますので、もし30秒で足りなかったら、もう一回同じようにこういうふうに押さえていただいて、左手をこういうふうに動かして、ここを緩めてあげるというふうにすると、親指が、えー、伸びてくる場合がありますので、えー、これも試していただけたらと思います。 参考になったなという方は、えー、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。